太田天霊、1900年10月7日から1985年12月5日は、日本の産婦人会、政治家、元衆議院議員、九州帝国大学医学部卒業、京都帝国大学大学院さん、婦人科専攻修了。三次制限と安楽死を解き、子宮内避妊器具の草分けの一つである、太田リングを考案した。優生保護法の制定に尽力。 日本安楽死協会を設立。京都府与佐郡生まれ。代々3回で天礼の名が受け継がれており、武雄は8代目天礼を1942年に襲名した。京都府立第4中学校を卒業した後に、第3高等学校を卒業する。九州帝国大学医学部を卒業後に医師になる。学生時代に女性がたくさんの子供を産むことはそれだけ。 女性の負担になり、母体の命に危険だとして1、2程度に抑制するという三次制限の推進者である、マーガレット・サンガーの思想を知り、以後母体のために、否認や人工妊娠中絶の運動を行っていく。1946年、第22回衆議院議員総選挙に、日本共産党公認で、京都全福から立候補するが、落選。その後は日本社会党に移籍し、 1947年、第23回衆議院議員総選挙で、京都と2区から日本社会党を公認で立候補し、当選。その後、加藤静恵らと共に、郵政保護法の制定に尽力した。その後、日本社会党から労働者農民党に参加するが、1949年、第24回衆議院議員総選挙で落選する。1962年、 第6回参議院議員通常選挙に、京都府選挙区から無所属で立候補するが落選し、政界を引退した。また、日本の安楽死運動の第一人者としても知られる。1976年1月には、植松忠志らと共に、安楽死協会を発足させる。同年6月には、日本安楽死協会と会称、初代理事長に就任する。しかし、 太田は老人について、ドライな言い方をすれば、もはや社会的に活動もできず、何の役にも立たなくなって生きているのは、社会的罪悪であり、その報いが孤独である、と私は思う。と主張し、安楽死からさらに進めた自殺を提案したり、安楽死を解く中で、障害者について、劣等遺伝による障害児の出生を防止することも怠ってはならない。 障害者も老人もいていいのかどうかは別として、こういう人がいることは事実です。しかし、できるだけ少なくするのが理想ではないでしょうか。と主張した。また、週刊朝日1972年10月27日号によれば、植物人間は人格のある人間だとは思ってません。無用のものは社会から消えるべきなんだ。社会の幸福。 文明の進歩のために努力している人と発展に貢献できる能力を持った人だけが優先性を持っているのであって、重症障害者や高骨の老人から我々を大事にしろなどと言われてはたまったものではないとも述べている。無論、大田のこうした言動には非難が起こった。大田は批判に対して幾度かは反発したものの、1983年8月には安楽教師会を 日本尊厳死協会に解消している。もともと大田は尊厳死の用語を批判していたが、にもかかわらず、尊厳死を採用したのは安楽死が持つマイナスのイメージを払拭し、互感の良い尊厳死に変えることで世間の批判を和らげようとしたからである。晩年に近くでは体調を崩すこともあったがチューブに繋がれて生きるような姿。 自分で自分すら分からなくなっている状態は生きているとは言えないとして無理な延命措置は絶対に拒絶すると述べている。そうなったら寿命だとして自身が安楽死できるようにすることを訴えている。療養生活を送っていた1985年12月5日死去。85歳没。大田高美京都府与佐野町長時事 .com 大田天霊から言葉んくハット AB 大田天霊とは引く言葉んく平等文みひろ大田天霊その生と生と死をめぐる戦い1大阪行大論集2003年53巻5号 P163 思想の科学85号大田安楽死のすすめ P158 週刊朝日1972年10月27日号 安楽死させられる側の声にならない声。三井美奈。安楽死のできる国 P178 から 180? 福本白文。リビングウィルト。尊厳死 P144 から 149? 大谷泉大田天霊小論。安楽死思想の悲願と、志願。三井美奈。安楽死のできる国 P179? 福本白文。リビングウィルト。尊厳死 P152 無宗教域外論。 P134、大田天霊平等、文広、大田天霊、その名前と生と死をめぐる戦い位置、大阪行大論集2003年、53巻、5号、P163 から183。ありがとうございます。